J1 サガントスは10月24日、当クラブの幹部が他の J1 クラブのコーチに助言を仰いだとされる一部報道に関して、当クラブはそのような事実はないと認識しております、と声明を発表した。僕一軒が試合後のロッカーで同僚に厳しい、かつ、下手くそすぎる、俺たち。トスは J1 リーグ第34節の京都さんが F、C、戦、19日、 デレー対2の乾杯を喫し、2012年に昇格後初めての J2 降格が決定。その後、一部報道で同クラブの幹部が他の J1 クラブコーチに助言を仰ぎ、同コーチは同クラブの旧知の選手、スタッフに直接指示を出し、プレーに迷いを生じさせたという内容の報道がされていた。これを受けクラブは、2024年10月20日、日曜日、 山口新聞等の報道機関において、当クラブの幹部が他の J1 クラブのコーチに助言を仰ぎ、同コーチは当クラブの窮地の選手、スタッフに直接指示を出し、プレーに迷いを生じさせたという内容の報道がなされました。しかしながら、この報道に関して、当クラブはそのような事実はないと認識しております、と否定した。当クラブとしましては、事実関係を確認の上、 しかるべき措置を講じることを検討しております。残り4試合我々も全力で勝利に向けて邁進してまいりますので、引き続き熱い応援よろしくお願いいたします。と、声明文を締めくくっている。